こんにちは、こんばんは、安村です。今回は降臨チャレンジのこの特殊の中の真ん中ノルディスに挑戦したいと思います。ノルディスは多分特殊の中で一番苦手かな。あとこの集権者ね、ラータマドラでクリアしようと思ってるんだけど、なかなか難しい感じで、ノルディスはね、何パリクリアしたかさえ覚えてないぐらい苦手なので、まあとりあえず挑戦してみたいと思います。覚醒月読みパーティーで挑戦します。あのね、ノルディスが闇バインドしてくるんだけど、イシスとイザナミをうまく使ってこう乗り越えてっていう感じかなっていうね、立ち回りはわかるんだけどね。よし、6コンボ。最近あれなのね、斜め入れるつもりなくても、なんか斜め勝手に入っ勝手なのかな、入っちゃって、こううまくねパズルができないっていうのが最近あるみたい。ちょっとね、で今ちょっと寝起きなのでありかもしれない、言い訳を作るというね。まあ頑張りましょう。闇5つあるから、闇5つでいきます。最近ね、本当にでもね、パズルがね、斜めとかこう入っちゃって、6コンボはしてるよね。よし、なんかこうずれちゃうイメージがある自分の中で、多分そういうなんか癖の動かし方をしちゃってるのかもしれないんだけど、これはどうしようかな。水の位置付けしかな。いきます。ほっ、ありがとうありがとう。今の木を左にスピンって持っていけば、スピンって、あ、これはありがたい。消します。お、これは火落ちてるよね。6、よし、 OKOK。 でもね、このパズルだと確実にノルディスにやられるよね。確実にやられるよね。ショックソードクイックガラス、どうで、盤面に回復ドロップ、まあ、水ドロップはまあまあまあ消していい感じで、回復ドロップを残して回復しながら突破したいかな。あのね、回復力は本当にないから、いきます。位置付けしで突破できるはず。お、あ、なんかこれ4、5、6、なんかすごいなんか変な組み方したけど、これ突破し、よし、相手光だから OK でしょう。これはもう負けても勝ってもやり直しなし。一応ね言っていいかな、3回ぐらいやり直してる。これが3回目かな。まあ負けても勝ってもね、2回目はね、まさかのバトル中に負けたからね。ふむふむ、いきます。いや、バトル1でね負けるってね、結構悲しいんだよ。3、4、5、6、これでどうなんだろう。相手光だから結構出るんだね。ノルディスはさ、勝てないよ本当ね。なんで勝ったかね、本当に覚えてないもんね。あ、闇そこに落ちてこないで、もったいないから OK。 これは突破したんじゃないかな。ありがとう。次がなんだっけな、チョキで、だね。一応1、2、3、4、5、これどうしようかな。
右で作るか。いきます。まあ、闇もったいないっていうよりもこれいいんじゃないかな。2,3,4,5,6,7 個まで闇がいっぱい落ちてくる予定。 OK 予定もクソもないけど、よし。でここのなんか種類は闇と水で固定みたいですね。これどうしようかな。やばかったらね、もうね、あの覚醒ハック使っちゃっていいんじゃないかっていうぐらいあるよね。落とすか。ライジングダガット。ほっ、2,3,4,5,6 コンボ、7コンボ、8、これどう、これどう。5,4の8コンボで落ち込んできたけど来ました。よし。でここ多分パズルさえミスらなければワンパンできるので、いきます。黄泉の羽衣発動。勝ってくれ勝ってくれ。勝ち動画を上げたい勝ち動画を上げたいよ。いきます。闇の5つ消しでいきます。まあもちろんそうなんですけど、まあ安全で月読み使ってもいいんだけど、ここはちょっとあれだからな。フンとかってくるよね次ね。フン来たら耐えきれんのかな。まずあ、まあイザナミ使ってるから耐えきれるか。いきます。2,3,4,5,6,7 コモ。よし、これは抜いた。いいよ。で次で闇バインドが来るんですよね。そう、闇バインドが来るから、それをイシスをとりあえず使わないでイザナミの軽減で耐えて、で次にイザナミを覚醒イシスのバインド回復使って、で覚醒白使ってボーン、いきます。あ、変なパズルしちゃった。でここは大丈夫なはず。 OK、 いきます。クイックワラ発動。待って、これ勝ちたい。違う、光月の世界発動。キラキラにさせてから白光ステージ発動。これいける盤面だと思うんだよね。左へ5を作って、一応2ウェイがここに2つと1つ持ちがいるから、5の4は確実に作りたくて、で5、5、4、4、5、4、4作っちゃうと多分コンボが、自分的にはコンボができなさそうな感じがするから、5、4、3でいきたいと思います。だからこんだけ水があるってことは、水の分割をできるかできないかだよね。で多分右上に、今自分が考えたのだと左に5、闇の5で下に3、上に一番上に4作ろうかなと思ったんだけど、上におそらく闇の4を作っちゃうと水のコンボが1個減っちゃう感じがするので、ちょっとそこをうまく考えてみます。1コンボ、2コンボ、3コンボ、4コンボ、5コンボ、6コンボか。よし、それでいきます。右上は水、闇の4つ消しでいきます。でもパズルがね結構長いので安心していきたいと思います。勝ちたい。いきます。で1,2,3,4,5,6コンボ、7、
これでどうだ。倒せ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 、よし勝った。これはめっちゃ嬉しい。こんな感じでございます。はい、覚醒月読みで勝つとなるとこんな感じかな。だからバトルボスの進化前の時にイザナミを使ってっていうのでいけば、まあ、このパーティーもいけるという感じで、こうでも経験値嬉しいな。でもね、本当に苦手だから勝てて よかったなと思います。このね、特殊の中だと今ゼロオーグは覚醒バステトで一応動画撮ったかな。で、一番上のスカーレットはカイトで挑んだ動画を次あげようかなと。今回の降臨チャレンジであげられるかどうかは分からないんですけど、まああげようかなと思ってて、ノルディスはってことは覚醒つくみできるかな。一応ゼロオーグをスキル間にしたのは覚醒バステとかいてそれで回ってたからなんですけど、ノルディス、まあでも、まあ、ノルディスは今のところ自分は必要としてないので回りはしないんですけど、回りはしないというか回れない、ほぼ回れないと思うんですけど、まあでもなんとか覚醒つく読みで勝てたのでよかったと思います。あとはここね、ラータマトラで頑張りたいと思います。なんだろう、チェイサーとかでいけるのかなみたいって、なんか聞いたことはあるけれど、あ、でも頑張りたいと思います。まさかのね、まさかのこっちにクリアしてないのがありますが、頑張って、まあそうしないとね、魔法石ももらえないので頑張りたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。